連続殺人か。怖いね。もしもし。あ、出た。ちょっと、今どこにいるんですか？ん？ああ、いや、ちょっと出先だけど。絶対嘘ね。どうせ会社にいるんでしょ？もう、どうして電話に出てくれないんですか？ちょっと、ちょっと聞いてます？あれ、電波悪いのかしら？秋山さん？秋山さん、聞こえてますか？ああ、聞いてるってば。ごめん、ごめんって。で、何？なんか用？用って、何言ってるんですか？用あるに決まってるじゃないですか。ああ、そうだよね、はいはい。俺が悪かったって。で、何？あのですね、今日は何の日か知ってますか？え？今日？今日は…君の誕生日か何か。違う。いいから壁のカレンダー見てください。ああ、集金日。忘れないでくださいよ。別に忘れてたわけじゃないよ。ただちょっと出かけるのためらっていたっていうか、なんかさ。なんか、何なんですか？今日さ、雨なんだよね。あ、雨ならもうとっくに止んでますよ。じゃあちゃんと言ってくださいね。私は半来の特選カルビ弁当買ったら帰りますから。それじゃ。また降ってきちゃって。
あ、お疲れっす。って兄貴、びしょ濡れじゃないっすか。新井の兄貴は。ああ、頭なら今柴田の組長さんのお供でそこのビルの見学に行ってますが。神室町ヒルズか。ねえ、何でも親父の話じゃ本格的な建設が始まる前に何としてでも真島組に顔を売らなきゃなんないとかで。上のご機嫌取りか。くそ。兄貴、どうしたんすか。そんなにイラついて何かあったんすか。七福通りにエルナードってキャバあんだろ。今あそこに上野の奴らが来てんだよ。上野？上野ってあの上野清和会ですか。ああ、8時くらいから2人連れで来て今飲んでる。そうですか。あ、でもただ飲んでるだけなんですよね。なら別に問題ないじゃないですか。暴れてるわけじゃないんですし。バカ、飲んでるってこと自体が問題なんだよ。どうしてですか。はあ、上野とうちの本家が親戚だってのはお前も知ってんよな。はい、昔実話系の雑誌で読みました。でも実際には五分五分の関係ってわけじゃねえ。一応親戚である以上東条会が上野の島に手を出すことはねえ。でもそれは上野清和会が毎月寄付って形で東条会に結構な額の上がりを支払ってるからなんだよ。そうなんすか。表面上は対等な立場でも裏じゃ上野清和会も俺らと同じ参加組織の一部ってわけさ。ま、例えて言うなら東条会がアメリカで上野清和会は日本みてえな感じってことだ。すんません、あのちょっとよくわかんないっす。だからまあいい。どっちにしても俺らみてえな三次の組員が知っててもどうしようもねえ話だからな。兄貴、あ、それでさっきの話なんですけど、
上野清和会がうちの上とそういった関係があったとして、それの何が問題なんですか？は？だって上野と東上会は親戚なんですよね。だったら東上会系のうちの店で飲んでても別にいいんじゃないですかね。バカか、お前はここまで話わかんねえのか。だからお前は使えねえんだよ。よう。ああ、秋山さん。どうも。ちょっと、間が悪かったみたいだな。寝直そうか。いやいや、大丈夫です。どうぞ、どうぞ。今日は集金日なんだね。回収がてら、金村さんに挨拶していこうと思ったんだけどな。どうやら、留守みたいだね。ええ、今日はちょっと用事があって出かけてまして。ふん、新井さんもお出かけ中？え、あ、はい。頭は柴田組の組長と出かけてます。なるほどね。で、さっきの話の続きは？え？どうして上野清和会の連中が金村工業の島で飲んじゃダメかって話だよ。こいつらに教えてやんなくていいの？聞いてたんですか？あれだけでかい声で喋ってりゃ隣のビルまで聞こえるさ。すんません、お恥ずかしい限りで。おい兄さん。あ、はい。あんた新入り？え、あ、はい、3ヶ月くらいになります。ふん、じゃあ1年くらい前まではカムロ町界隈でちんけな窃盗とか強盗とかやってた口？ええ、まあで、新井さんあたりに憧れてこの世界に入ったと。あ、そうです。そうか。そりゃいい。秋山さん。え？親父に用件があるようでしたら後でこちらから連絡するようにしますけど。帰るってこと？いやいや、そういうわけじゃないんですが、親父にもいつ連絡がつくか分かりませんし、こちらもいろいろありますんで。いろいろね。そっか、そうだよね。分かったよ。今日これから大変だぞ。え？あんたらの教会で下の連中が上の島で飲むなんてことはあってはなんないことなわけ、わかる？それは直系団体でも親戚団体でも同じ。例えば君が今からカムル町で一杯やろうと思ったらさ、君の親である金村さんのさらに上の親、つまり柴田組の島で偉そうに飲むなんて思うか？いや、それは。そうだろ？そりゃそうだよね。だってそんなことしたら金村の親分さんに恥かかせることになっちゃうかもしれない。それに後で新井さんにどれだけ怒られるか分かったもんじゃない。今回のことも同じだ。あんたんとこのお店に来てるのはあの上野清和会、カムロ町不可侵通東上会との約束破って大門ぶら下げたままカムロ町に来てること自体おかしい話だ。つまりそれがどういうことかわかる？ちょっと秋山さん、どういうことなんですか？それはね、つまりこの金村工業が低く見られてるってことだよな。きっと上野の連中は金村工業の島の店なら飲んで暴れても大丈夫って思ってんだろうな。いくら金村工業が東上会の下の柴田組、そのさらに下の三次団体とはいえ、そりゃちょっと舐められすぎだ。ちょっとあんた、うちのことバカにしてんのか？やっと本気になったか。悪かったね、木戸ちゃん。調子に乗っていっぱい喋っちゃって。それでいいんだよ、極道は。え？極道は大門のデカさだけが全てじゃない。
てめんところ大門バカにされて頭に来ないようなやつは信用できない。ああ、そうだよな、キドちゃん。ええ、まあ。じゃあここはまあ一つ、カブロ町の平和のために頑張って、あんたらが頑張ってくんないと俺も儲からないしな。ね、兄さん。え、ああ、はい。よし、じゃあ帰るか。それじゃ。ああ、そうだ、キドちゃん。はい。金村さんに言っといてよ。自分とこの組バカにされても怒らなくなっちまったら、極道は終わりだって。そんなヤクザまがいの奴には、もう上納金を立て替えるためのお金なんて貸してあげませんよ。金借りるときに約束した条件、守ってくださいねって。よっしゃ。はあ、あ、お、親父、いらっしゃったんですか。うん、いたよ。あ、あの、いつから。秋山のガキ帰っただ。しかし困ったもんだ。さっきお前が言ってた上野の奴らの件どうしたもんか。とりあえず荒井の兄貴にすぐ連絡を取ります。でも確か荒井は柴田の親父と出かけてんじゃなかったのか。連絡取れるまで電話をかけ続けます。そうか。もし上野の連中が暴れたりしたらどうしましょう。そうだな、あまり荒っぽいことになるのは避けた方がいいとは思いますが。ああ、荒井の兄貴なら丸く収めてくれるとは思うんですが。そうだな、とにかくことを荒立てたくない。荒井に任せると言っといてくれ。よいしょ。わかりました。うん、さっきの秋山って人何者なんすか。ああ、あれか。秋山